最近家族にビンドゥンドゥンって言われるんですけど、喜んでいいんですかね。どうもこいこいです。今日はですね、エクセルマクロの悲劇ということでやっていきたいと思います。まあ、ちょっとですね、最近悲劇の話を聞いてしまったので、ちょっとその話をしようかなと思います。で、これは私の知り合いから聞いた話で、まあ私と同じ AI の世界にいるんですけど、まあ昔 VBA とか触ってたこともあるみたいな子で、でまあその時の話をちょっと聞かせてもらって、まあ私これ右なんですけど、えっって言って、まあ超びっくりするような悲劇を聞いたので、まあその話ですね。で、これはある会社のこの男性のこのパートの人ですよね。パートの方がなんか自分の仕事をなんか勉強してマクロで自動化したらしいんですよね。で、なんかもうすごいじゃんって、まあ最初のうちは結構その同僚とかも褒めてくれて、あ、なかなかいいもんができたな、みたいな感じだったらしいんですね。まあそこが始まりなんですけど、で、そのマクロを使ってたらしいんですけど、まあだんだん、まあ、そのマクロがその人の仕事だけじゃなくて、ちょっと他の人にも影響する仕事だったらしくて、ちょっと拡張しようじゃないかっていうことをなんか上司に言われたらしいんですよね。で、まあちょっとそれを作って、まあある数人程度の人が、まあ共有して使うみたいなこうマクロのシートになったらしいんですよね。で、そうすると、まあ、複数人が絡むと、まあ、私も今まで何回か動画で言ったことあるんですけど、やっぱりちょっと揉めたりするんですよ。で、もちろんそのマクロがありがたい、嬉しいって人もいる一方、やっぱりなんだよと、なんで急に私たちの仕事がなくなったんだよとか、変わっちゃったんだよって怒る人っているんですね。で、まあ、そういうことがあったらしいんですよ。で、パーってなって、まあ、ちょっとその人も困っちゃったと。まあ、その人もその自分から提案したというよりは、なんか作ってくれって言われたのに、なんかすごい文句言う人いるみたいな感じで、まあ、ちょっと大変なことに、まあ、なってきたんですよね。で、一応それを納得して、そのマクロは使われるようになったらしいんですけど、やっぱりそのマクロに対して文句を言うらしいんですよね。ここがこうじゃねえとか、あれがだとかってことを、もうずっと言われてるらしいんですよ。で、最初はこの人も、ああ、そうですか、こうですよね、ああですよねってやってたんですけど、だんだんなんか頭に来てきたらしいんですよね。なんで俺がこんなに言われなきゃいけないんだと。こんなに自動化して、業務が短縮できてんのに、ブー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 言われ続けなきゃいけないのはなぜなんだと。俺のこれがなかったら、そもそもこの人たち残業まみれじゃないかっていう風にこう怒り始めて、で徐々にこう言い返すようになって、どんどんこの両方とも鬼になっちゃって、もう本当に喧嘩みたいになっちゃったらしいんですよ。これスリラーじゃないですかね。こうまあこうこんな感じで、まあちょっとどんどん険悪になっていくってことですよね。で、結局この数ヶ月間このことを揉めた挙句、このマクロ作った人はもうここじゃどうしようもないって言って、まあ退職するみたいなことに、まあ、なったらしいんですよね。で、ここまではまあ、まあまああるあるなんですよ。もうマクロ使って他の人の仕事にも手出して契約になって作った人が辞めるっていうのはまああるんですけど、ここからもう一段階ちょっと、まあ、この人は踏み込んでやっちゃってたんですよね。で、まあその人が辞めた後もそのマクロは使われ続けるわけなんですけど、まあで辞めた後にそのマクロを、まあ、朝来て、まあ誰か担当者が使おうとしたら、えってなって、そのマクロのフォルダー、まあちょっと何ファイルあったかわかんないですけど、マクロ群のフォルダーとかファイルが全部削除されてなくなってたらしいんですよね。で、それはその人がもう頭に来て、もう散々自分が作ったものをコケにしたんだから、そんなのいらねえだろって言って、まあ嫌がらせで削除して退職したっていう、まあことなんですよね。で、まあそのマクロがないとその会社は動かないわけなんですよね。で、動かないんで、その退職者になんか電話して、どこにあるんだと、なんで削除したんだみたいなことをまあ言ったりしたらしいんですけど、まあでもなんかあんま引かないで、なんか散々コケにし腐ったくせに、亡くなった瞬間に助けてくださいなんてどういうことですかみたいな、なんか言い合いになっちゃったらしいんですよね。ただ結局会社の方がこの会社の資産なんで、もう訴訟を起こすみたいなことを言ったら、なんかまああるフォルダなのか USB なのかに入っているバックアップがありますって言って、まあそれを使ってまあなんとかなったっていう、まあ話だったんですよね。で、まあその話を聞いて、うわ、そんなこともあるんだなっていうふうにまあ思ったわけなんですね。で、まあ私もこの現場でマクロ作ってきたんで分かりますけど、やっぱりこの反対しちゃいとか、この理不尽なことを超言われるってのはあるんですね。で、それ嫌なんですけど、でもやっぱり最後に削除するのはやっぱりまずいよなっていうふうにはまあ思うんですね。まあもしかしたらその人もね、時間経った後にね、なんであんなことしちゃったんだろうな、しなきゃよかったなとはまあ思ってるかもしれませんけど、まあそういう話があったと。で、やっぱりこの話を聞くと、まあマクロって自分の仕事以外のところに出てくると、やっぱりこう揉めたりすることって、まあどうしてもあるなってことをまあ再認識しました。
で、まあ私の動画のコメントとか見てても、やっぱりそのマクロってのは個人で使うべきだっていう人っているんですよね。でも個人の仕事内でやらないと、まあさっきみたいにめんどくさいことが起きてとか、属人化がどうだって言われたりとかするので、まあ個人で使うべきだとか、まああとはそのなんかサボるために使ってますと、まあ短縮化してるのを会社に言わないで、まあ、あの短縮化した時間はなんか他に勉強しますみたいなことを言ってる人がいて、まあ正直その方が無難だなとは私も思いますね。でやっぱり仕事って分かりやすく言うと、なんかこうテリトリーがありますよね、この領土みたいな。で真ん中に自分がいるとして、やっぱり他の人の仕事に手を出すってことって他の人の領土に入るってことになるんで、まあそれでなんかうまいこと仕事が一緒に効率化できて喜んでくれるタイプの人もいるけど、めちゃめちゃ嫌がる人も確かにいるんで、でこの人の場合はなんか自分から突っ込んでったっていうよりは、たまたま上司に言われて、なんかこの左の怒ってる領土の仕事を取っちゃって、まあ、ややこしいことになったっていう、まあそういうことではあるんですけど、まあでもやっぱり痛みを伴うことはありますよね。で私もこの結構他人の仕事に介入してきた方ではあるんですけど、やっぱりこの揉めるのでちゃんとそのケアしないとまずいんですよね。私も一つ昔動画でも話したんですけど、まあある上司にこの仕事を短縮化してくれって言われて、ただそれだけ聞いてさささって短縮化したんですよ。でそれメール送って、でなんかその担当者の方にもメール送ってあげたんですよ、実際に仕事してる。そしたらその担当者のことはその短縮化されるってことを知らなくて、全く聞いてなくて、なんでいきなりあいつがやってきたんだってことに、まあ、なっちゃったんですよね。でその人、その仕事が確か週40時間ぐらいとか、かなり時間取られてて超嫌がってたんですよ。でブー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 上司に言ってて、私じゃない人にやらせろって言って、で私にその話が来たんですよ。で私が涼しい顔してマクロ組んで半日で終わらせたら、その人の自尊心が傷ついちゃったんですよね。でまあ私より一回り上ぐらいの方で、かなりそのプライドが高い方ってのもあったんですけど、まあね、散々自分がブーブー言っててやりたくないって言ってた仕事を若造にやらせたら涼しい顔して終わらせたってことで、まあ自尊心が傷ついて、まあ私の悪口を言いまくってましてね、どこ行ってもあいつがあいつがっていう話を聞いたよっていう報告が あったぐらいなんで、まあそういうことってやっぱあるんですよね。なのでやっぱり私も、まあさっきの話もそうですし、自分の経験からも、自分の仕事以外のところにこう手を出す場合は、やっぱりこの慎重さが必要だと思いますよ。まあ、もちろんその自信があって、まあ、さっきみたいな状態になっても最終的にはうまく丸めてウルトラハッピーな状態にできる自信があるぜっていう、そういうリーダーシップがあるぜって人はいいかもしれないですけど、まあ、私とかって結構打たれ弱くて慎重なタイプなので、そういうタイプの人は本当に慎重に自分の作ったマクロがこうどう思われるかっていうのをよく考えた方がいいと思います。そうじゃないとさっきみたいな争いが起きて、だんだん精神が変で結局やめるみたいなことになるんで、慎重さは必要かなと、まあ、思いますね。やっぱりたかがマクロ、されどマクロなんですよね。全くマクロができない環境でマクロができるようになるってことは、本当に何だろう、武器で言えばみんなその拳で戦ってんのに、もう本当に切れ味のいい刀を手にしたようなものなので、振り方間違えると大変なことになるよってのは、まああるかなと思いますね。はい、ということでね、皆さんあんまり揉めすぎてね、こう精神を病まないようにしましょうってことですね。まあ私も結構病んできましたけど、注意しましょうってことですね。はい、ということで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。